ちゃんだ、かわいい。かわいい。どうしたの？あれ、ちゃんくんご飯。ちょっとだけいいですか？うん。はい、はい、かわいい。ちゃんくん、かわいい。足掴んだからかな。お、いい感じだね、ちゃんくん。頑張れ、頑張れ。はい、とってもいい子でした。ジャン君、ジャン君、窓を少し開けたよ。行ってみる？はい、はい、どうぞ。はい、暑いけど、どうぞ。毛がいっぱい飛ぶね。そこでブラッシュ。わあ、いっぱい飛ぶ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 。はい、閉めようか。ちゃんよいしょ。はい、じゃあ下降りて、はい、で、はい、よいしょ。じゃあ次ポンちゃん行こうか。エアコンフル稼働していますが、部屋は29度あります。暑いというのも、せーの、ここです、ここです、ここです。はい、あなたです。これさ、扉を開けっぱなしにするから暑いんだよね。あのね、はい。
ちゃん、ポンちゃん戻っておいてよ。あれで、あれでやってみてみて。はいはい。ポンちゃん。はい、これで少しは良くなるかな。よいしょ。はい、ポンちゃん。はい、ちゃん、ポンちゃん。はい。はい、はい。はい。よいしょ。はい。熱いね。ました。なんかバッグの形が。可愛い。しかもこれ猫。にゃんこだね。これあれだね。冷たいものとかを買い物した時に入れておけるやつ。はい。はい、まずはカルディのにゃんこから、はい。いつものコーヒー。可愛い。にゃんこのコーヒーってことだね。うん、にゃんこのコーヒー。可愛いね、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。セットになってます。どんな味だろうね。うん。はい。そして。ミント黒糖、黒糖キャンディーですね。キャンディー、ミントと黒糖食べてみないとわからない、ね。うん、なんか食べたことないセットかも。これは何かな？コーヒーって書いてあるね。カフェインって書いてあるよ。へー、天然ハーブコーヒー。インスタントなんだね。粉のお湯で溶かすやつ、ね。便利なスティックタイプ。はい。でも天然ハーブって書いてある。そうだね。コーヒーのハーブ。コーヒーっぽく。いろいろ味を調整されてるのかな。ありがとうございます。飲んでみます。タンポポコーヒーだった。なるほど、はいはい。戦後のね。戦後じゃないのか。あれは違うよ、これ。ナチュラル系の人が好んで飲むやつ。うん、はい。あとこれは何かな。石鹸？何でしょう。全身に使える。これはあのシェーバーだね。シェービング石鹸。ああ。シェービングソープ。あんまりね、シェービングなんとかをね。しっとりワセリン。しないんだよね、黒犬おじさん。そうね。ヒゲが柔らかいというか細いので、そのまんま濡らしただけでやってるんだけど、これをやると肌にいいのかもね。ちょっと使ってみます。もしかしたら女性用かもしれないね。そうなの。ネバトロ泡クッション。女の人が、そういうこと足とか腕とか、無駄毛処理用なのかもしれないね。はい、でも男の人も使ってもいいかもね。うん、そう、実は私と黒犬、あまり毛がない族。毛がない族。仲ないんだけど、ね。そうなんだね。ちょっとは昔よりね、生えたのよ、うん。若い時よりは生えたよ。はい。はい、次です。あとはマスクでーす、快適ソフトマスク。マスクと、ポケットソープ。へえ、こんなのあるんだ。あ、なんか懐かしい系かも。ね、あの、紙石鹸かも。あの、薄いやつ。はい、へえ、かわいいね。うん、あったね。懐かしいね。このセットと、あとこれは？はい。あ、温度計。温度計？温度、湿度計だね。28.5 度の 60%。まあまあなパーセンテージあるけど、これはちょっとリセットした方がいいのかな。そうだね。はい、これじゃあ向こうの部屋に置いといたらさ、ね、よく見わかるよ、うん、あとねそういう暑い時用の、はい、にゃんこのうちわかわいいかわいいです。あとこれは何かな、なんか小さな小物、あ、こうやってキッチンの絵が描いてあるから、何かキッチンでこうやっといて使えるやつかもしれない、ね、はい、これはまあ、まおいママさんなんか考えるでしょう。考えます。そしてあと、ニャン君とポンちゃんのおやつです。はい、好きなやつ。おやつ、チュルー。そして、ナチュラルキース。うん。両方大好きです。はい。ありがとうございます。ここにもまだあるよ。かわいいニャンこの袋の中にも。お、首輪かな？ははーん。ほん、出してみようかな。はい。よいしょ、よいしょ。なんか涼しげな、はい、ピンクと黄色、あ、バナナ、はー、バナナ柄、バナナ柄だね。こっちイチゴかな、ピンクだから。そういうことなのかな、見えないと。あ、サクランボだ。サクランボとバナナ柄でした。はい、あ、こうだね。
はい、かわいい。かわいいです。そしてインスタ？インレタ？インレタ？え、懐かしいね。あ、アイロンでつけられるって書いてあるよ。へえ。にゃんこの数字、にゃんこで数字になっています。はいはいはい、1とか2とか。へえ、面白い。何に使うかこれから考えないとね。うん。はい、そしてにゃんこパーティーグッズ。ペーパープレート。ああ。にゃんこの柄のお皿。これはもう飾りだね、うちではね。うん、あの、うん、前にこのシリーズで私、うん、あのあれを買ったよね。なんていうの、コップを置くやつ。おー、ソーサー。コップ、ソーサーじゃなくて、うん、お水とかコップを置いて、あ、し、なんていうの、なんていうんだっけ。ソーサー。あれ？ソーサー？飲み屋さんとかに行くとこうやってコースター、コースター、そう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 、コースター、うん、コースター、これがね、あの、うん、あんずちゃんに似てるとか言ってね、うん、あの東京にいた時に買ったことがあったよ、はい、それとおさらいです。だから、カフェオレボールだね。カフェオレボール、いただき、ありがとう。また新しいカフェオレボールが、パンのデザインだね。うん、いただいたやつ、毎日使ってるよね、朝ごはんにね。はいはい、かわいいね。じゃあ気分を変えて、フランスパンの時とかクロワッサンの時にこれで。そうだね。そんなおしゃれなの食べるかな。あんまりない。はい、これは今度お皿の、これのお皿の深いやつだね。うん、もったいなくていつか使えるようになるのだろうか。うん、はい、どうもありがとうございます。はい、これ入ってた。これはフードパック。うん、ジップロックみたいなやつかな。あ、違うわ。あの袋になってて、いろんなもの小分けして使うやつだね。はい、こうやってね。これはまあ主婦だと分かるってやつですね。うん、そうですね。はい、よいしょ。はい、どうもありがとうございます。またまた、またいっぱいたくさんいただきました。で、ポンちゃんは寝ちゃってます。そうなの、今日寝てるのね。今日爆睡中なので、こちらには登場しませんでした。でもありがとうございます。じゃあポンちゃんの代わりに、え、黒猫ちゃんで、はい、ポンちゃん登場。あ、こっちの方がポンちゃんっぽいんじゃない。これは平たいポンちゃんで、こっちは立体ポンちゃんです。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。こっちか。